ちは。こんにちは。はい、では今回インターンシップに参加したきっかけを教えてください。もともとゲーム作りとそのシステム開発に興味があって、大学でのそのインターン募集を見て、その自分が興味あることが重なっていると思い参加させていただきました。はい、ではインターンを始める前の経験を教えてください。インターン始める前の経験は、大学でのプログラミング演習で、C と Java と Python とプロセッシングという言語に触れさせてもらいました。はい、では今回インターンシップで行った内容を教えてください。私が今回インターンシップで行ったのは、FF14 というテーマで記事動画の作成を行い、またラグビーをテーマにアプリケーションの作成を行いました。はい、制作の方は、完成はしましたか？はい、完成しました。はい、なんか苦労したことがあれば教えてください。初めて使う言語とツールだったので、その使い方が分からず最初は全然作業が進まなかったことです。はい、まあ、記事と動画も同じように完成はしましたか？はい、10日分撮れました。はい、なんか特に見てほしいところとか何かあればおすすめのある？おすすめは特にはないですね。あ、そうですか。はい、わかりました。本日が最終日です、インターンシップの感想を教えてください。はい、このインターンシップを通して、今まで触れてこなかった言語やツールに触れることができるできたことが多分一番大きな経験だったと思います。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。